主人公瀬川春之助は幼い頃から振動の誉れ高く小学校でも彼のことを知らない者は一人もいませんでした禅宗の本を読み自らの欲を絶たなければ大成しないと悟るや食事も減らして勉学に励み またある時は完璧な漢詩を読んで教師を驚かせさらには西洋の学問を探求しようと英語を独学で学びとその力はもはや教師をはるかにしのぐほどでした13歳の今春之助には大きな悩みがありましたそれは中学への進学問題 彼の家はちは木綿問屋の番頭である父と母・春之助妹の4人暮らし裕福な家庭ではなく父は春之助が14歳になったら商家へ奉公に出そうと考えていました「中学へ進学させてほしい」と泣いて頼む春之助をなんとか改心させるため 父は担任の教師に相談して彼を説得してもらうよう頼みます。担任教師は、まず親孝行ができなければ得の高い成人にはなれない。学問はいつでもできるからひとまず親の言うとおり商人の道を目指せといい、春之助は涙ながらにその意見を受け入れるのでした。 にしかし半月もしないうちに春之助の思いはやはり学問へと傾きます彼は担任教師にあてて「親への高校の義務よりも人間の道を極めることが先」と書いた手紙を渡します神田の古本屋でプラトンの著書に巡り合うと 今度は哲学の研究にのめり込んでゆく春之助。ある日、中学御用の制服屋が、息子さんの制服をうちで注文してほしいと家にやってきました。驚いた両親が聞いてみると、入学試験の受験生名簿に春之助の名前があるとのこと。親に黙って彼は 中学の入学試験を受けていたのです問いただす両親に牛乳配達の苦学をしてでも中学へ行って学問をしたいと泣いて訴える春之助でしたほどなく学校の校長がやってきました父の勤め先井上商店の主人 井上吉兵衛が春之助を所生として家に住まわせ中学へ通わせてやってもいい自分の子供の家庭教師としても重宝だという願ってもない話でした春之助の熱意にほだされた担任が校長に相談し顔見知りである吉兵衛に頼んでくれたのでした 春之助が書生として入った井上商店は主人吉兵衛芸者上がりの五歳おまち先妻との子で春之助より一つ下の源一五歳の子で春之助と同い年であるお鈴の四人家族さらに何人かの女中下働きが暮らしていました。 玄関すぐの次の間を書生部屋として与えられた春之助はそこで日に何時間か玄一やお鈴の勉強を見るという役目を与えられました方向先で初めて迎えた夜春之助は眠られず父母恋しさに打ちひしがれます 実直だけが取り柄の臆病で貧しい両親をバカにしてきたこれまでの無礼を彼は心でわび何としてでも出世して恩返しをすると心に誓うのでした4あくる日寂しさに耐えかねた春之助は奉公先を飛び出し 家へ駆け戻って母妹の3人で昼の食卓を囲みました中学校での成績は申し分なく学内でも彼の評判はたちまち広まっていきました「終身の時間何のために学問をすると問われた春之助は成人となって人々の魂を救う」 と叫んで以来彼は「成人」とあだなされるようになりました5主人の息子源一はひ弱で顔色のさえない学問の成績も芳しくない子でした姉のお鈴は優等生でしたが意地が悪く 最初春之助に抵抗し続けていましたがやがて教師をもしのぐ彼の学力の確かさを知るに至り徐々に敬服の気持ちを抱くようになっていました学期末の成績お鈴は学年で5番に入り両親を喜ばせますが源一は辛うじて最下位から3番という結果 父から叱られ、ママ母,母お待ちからは家での勉強時間を増やす懲罰を与えられました。春之助はお待ちから、源一の飲み込みが悪ければ仕置きしてよいと言われます。ある日、 あまりに覚えの悪い源一に業を煮やした春之助は思わず拳で源一のこめかみを殴りつけてしまいます激しく泣く源一を見て春之助はなぜかえも言われぬ快感を覚えていましたやがて春之助は家の中で誰よりも厳しい迫害者となって で源一を責め立てて行くのでした6春之助は主席で中学2年へ進学しました心配されていた源一もなんとか落第を免れる成績だったことでママ母お町の春之助に対する信頼は格段に上がりました彼はお町から 表向きのよう以外の夫人のへそくりの口座管理や法外な買い物など主人に内緒の雑用一切を任されるようになりました主人夫婦の暮らしぶりはだんだん派手になっていきました昼間から始まるどんちゃん騒ぎの縁には娘のお鈴や女中までが加わりました おかげで春之助は使い走りを押し付けられ憤慨しますが彼は書生部屋で源一を殴って泣かせてはそのうさを晴らすのでした主人一家の派手な暮らし豪華な着物をまとい美食に酔いしれ 出入りの商人たちまでもが昼時を狙って立ち代わり訪れ商売に預かって馬鹿騒ぎをするそんな風にして世間を渡る人々の気楽さ身の上の潤いは哲学よりも世の中の深い愛着が満ちているではないかと春之助はいつしか自分が進む学問の道が意味のない つまらない世界だと思えるようになっていきました15歳になった正月春之助は縁日で小さな鏡を買い求めました机の引き出しに隠した鏡を覗くたび彼はそこに映る自分の要望が救いようもなく醜いことに愕然とします 振動の名を得たいがため健やかに成長する時期に学問へのめり込んだためだろうか自分はなぜ少年時代もっと無邪気に遊び戯れなかったのかなぜ今日までわびしくひねくれた日々を過ごしてしまったのか 彼はまた学校の体育授業が苦手なことも心の重荷でした。天性の鈍重さはいかんともしがたく、軍曹上がりの体育教師にいじめられる日々。運動家の旧友の優美な様子にも彼は絶望します。美しいものだけが持つ絶対的な価値。 やがて春之助に追い打ちをかけるように彼の顔面にはひどいニキビが吹き始め一層打ちのめされていきますそれは悪魔の使いのようにさえ思えるのでした近頃芸者上がりの夫人お待ちのようを言いつかって吉町あたりの芸者屋へ使いに行くようになって 春之助その目に世にも珍しい清く尊い要望と死体を兼ね備える人間たちが多く集まっていることに彼は驚かされます「半玉といえば自分と同い年ぐらいの少女」「美貌をもって生まれたただそれだけの徳で美しい着物をまとい 艶やかに髪を結い、豪奢な装飾品を身につけ、大人たちに混じって美を享受し、魅惑の世界に生きる。自分とは全くの別世界を垣間見るとき、それに引き換え、あまりにも醜悪で薄汚い自分に彼は絶望し、美しい者たちへの羨望として 心に渦巻くのでしたやがて春之助の学力に陰りが見え始めます倦怠と疲労が彼の肉体を襲い本を読んでも意味を取れずいつも睡魔に襲われて仕方がありませんそんな中でも15歳の学年末試験は何とか首席で合格 しかしこの先道はまだまだ険しく思われ自信が揺らぎます。自分は精魂尽き果てて目指す成人にたどり着けないのではないか。哲学書の本を読むことが億劫でならず中身が頭に入らない。その原因について春之助には思い当たる節がありました。 それは毎晩誘惑に屈して行ってしまうある悪習慣が全ての元凶だということをこのまま男として美しい女も抱けず汚い書生のまま人生を終えるのか今天才か美貌かと問われたら自分は躊躇なく美貌を取るだろう 彼はやがて芝居小屋に足を運ぶようになり舞台に立つ美しい俳優たちに心を奪われます生きがいのない自分の命の惨めさを恨み美の世界に生きる者たちこそがこの世の喜びではないのかとさえ考え始めていましたある夜 春之助は布団の中でこれまでの自分を全否定します「自分は純潔無垢な人間ではない宗教家哲学者としての素質もない前僧の禁欲生活も送ることはできないそれより自分は正反対に人間の美を歌うために生まれてきたに違いない」 自分の天才は決して死んではいない自分は学問の道から人間界の美を讃える道へ進もうそう決心した彼の心に再び光明がさしたように感じましたこうして春之助は哲学者への道を投げ出し死と芸術に没 どうする決心を固めたのでした。